うっちょいつごめんなさい。すいません。あの、これは、あのすいません。あの、指紋役を今すぐ。えマジであ会長と陸上部さながらのスプリント。尊厳破壊を気軽に行うな。ん はいどうもアアニメリアクターの前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズン第6話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。幼術2期見ていくわけなんですけれども、まあね、体育祭が前回始まって、まあかなりね、D クラスは須藤くんをはじめとした問題児が大暴れみたいな感じで、 もうかなりまとまりに欠けている状況で、まあなんか堀北ちゃんにね、こういろいろ託されてはいるものの、全然うまく立ち回れてないわけですよね。もう本当に B クラス C クラスにやりたい放題されてしまっているんだけど、清高くんはまあこれでいいと。まあなんか、負ける、なんか勝つことを目的としていないみたいな話なので、まあどうなってしまうかですよね。ここで多分負けて、堀北ちゃんのプライドをへし折ろうって考えなんだと思うんだけど、ただ堀北ちゃんがね、完全に龍園の反射ムーブにね、飲み込まれつつある。分かってんだろうな、鈴音グヘヘ。 みたいな感じになっちゃってるので、まあね、このなんか、この C クラスのこの何絡みをどう対処していくのか、いろいろ注目ですね。うん、堀北ちゃんのね、この何心変わりみたいなものを見ていきたいですし、いろいろ見るポイントは多いと思います。はい、というわけで楽しんでいきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて。逆境は真実へと至る最初の道筋である。なるほど。まず逆境を作り出すっていうことなのかな ジジイバイロン、ドンジュアン、ドンジェアン。さあ、完全に、おい、何でもやるって言ったような状態の堀北ちゃん、どうしてしまうのだろうか。さあ、結局、足を怪我したまま、現にやばいっていうか、引っ張っ、うん頼りにはしてるけどさ、 うん。あら。その席はきついぞ。あら。まあ、ちょっとそれは逆効果だな。ちょっと。 怒っても、毛羽だっても、トゲトゲな人間に対して、思いっきり正面からぶつかるのは握手な気がするけど。さあ、なんか、A クラスもなんかやりたいようにやられちゃってるけど、坂柳ちゃんは何も動かない気か清高の出方を伺うために見てるのかな マジョリティー。ンチテルお前か。どっちなんだろうなっていうとこだよね。清高がね、ほんとにあれだもんね。さあ、櫛田ちゃんが裏切ってるわけで、完全に誘導しているわけだよな。さあ、完全に反射。やりたい放題だよな、マジで。でも、ほんとに、この一線を越えられる男ってやっぱり強いよな。 本当に番外戦術じゃないけど、普通だったらブレーキかかるところを全然こうノーブレーキで突っ込んでこれるって、ある種才能だと思うしな。やろうと思ってもできる人間は少ないぞ。さあ、それに対してどうするんだろうおお説教はやめてくれ。 ああおあ、しっかりとああまあ気持ちはわかるよ。 おーそうね自分で決めよう <laughs> そうね おまっすぐぶつかっていくねほんとにまあなうんー もうちょいうまい言い方があったとは思うけど、寄り添ってあげられるよね、堀北ちゃんなら。この感じならね。おうああうわわはっきり言った。 でもだって何があったか言わないもんね。堀北ちゃんに。うわあうわあうわあうわうわ。表の顔でごまかしてる。 うんうんまあね変えたとてってとこだろそうね。 うーん。うーん、なんか、わからないふりをしてるけど。わお。提出した後、確認か。まあ、嗅覚は、 すごいらしいな、やっぱり。さあ。あうっちょいごめんなさい。すいません。あの、これは、あの、すいません。あの、指紋役を今すぐ。うーん。 うん。やっぱり、堀北ちゃん潰しだよな。なんか、なんか不気味だな、この子。退学か。そこまで追い込みたいのか。そこだよね。わからん。 嫌いっていうのはわかるけど。そうね。何がめ。 ああ、やっぱり、堀北ちゃんだけが、特別敵視してるな。さあ。ああ。マジラスボスじゃん。けど、まあまあ。あ、これバカなふりをした天才。これもう一人。うわ。 うん。でもに、似てるよね、でも、同じように信頼というか、尊敬されたいというかね。うん。 必死にやってそこレベルってことだもんねそうかそれでいてついてきてもらえると思っていたわけだもんね 哦。Oh. おー、いいじゃん、いいじゃん。いや、でも、やっぱり、周りにこう、手を伸ばす余裕はちょっとずつ生まれてきてるよね、堀北ちゃんも。しよ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 し。一度折れた男は強いぞ。 そうねー。志田ちゃん。おいお、はい。なんで。マジ。本当。おお。 マジかこれはもう、でも、本格的にぶつかることを選んだわけだからね。串田ちゃんが。何かしら意図があるはずなんだよ。さて。東京消須藤頑張ろう。いいね。 早いな。あ、はい。ごめんなさい。すいませんでした。お兄様。そうね、団結してる。おー。おー。見せてみろと言わんばかりだね。 いやでも大事だよほんとにおえマジであ会長と会長これするためかあら 一緒に、同時に走り出す気だ。マジかよ <laughs> <laughs> さあ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 。<laughs> 早い早い え、ちょ、早い早い早い。え、でも、陸上部さながらのスプリント。はうん。うん。けど、今は。あら、あら、これは、もしかしたら。 もっと加速する。この世界。また開けている。どっちかかったの ?1 の D はあー。あ、でも、赤読みかかったんだ。よかったよかった。おー。どっちかか、おー。 言うねあ、勝てなかったんだ。あ、そうなの走路妨害みたいになったわけか。すごいね。でもこれ。うわうわ、そういう風に言うの。 ほんとだよ <laughs>。まあ、それはそうなるよなぁ。そうそうね。弱みを見せる強さっていうのを身につけたよ。 うん。おお、同じこと言ってる。あははは、そうね。被るとね。そうね。そうね。100万ポイント、龍縁にゆすられてる。 あー、話してもいいと思うけどなでもなんか、お兄ちゃんの会長とは違う方針で強くなっているよね。さて。あ。出たな、反射。あすズね <laughs> さあ。 く田ちゃんがいるけどいないさあ裏の顔を見せよう。 わーオどうだってかこの場にいることがもう怪しいよ。うん。えなに中学おなちゅ 声が違うよん <noise> なんでそんな恨んでんの過去を知る人、なんだ うん偶然えそれそれは偶然 狙ったんじゃないのうんあら。 ボイスレコード。てるるるってれ。わーお、どうする気だああ、妄想だって言ったわけな。 うわ <laughs> そうか。そんな真っ当なやり方じゃ勝てないなぁ。ああ、ごめんなさい。すいません。いや、そんなえ、マジでするのえ、ダメだよ。あらぁ。尊厳破壊を気軽に行うな。んなんだ開けてみろ。なんだえ、清高っぽいけど。 何清高だ。 うわあさあ、漏れてる。は繋がってるやつがいるイブキちゃんかそうね。 それを悟らせなかったわけだもんな。さあついにうわおー はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いや、めちゃくちゃおもろいな。これ熱いな。堀北ちゃんも成長したけどな。なんかこう、やっぱり会長と違うね。自分の弱みを見せることで周りについてきてもらうこの強さ。肩を並べる強さっていうのがね、やっぱり堀北ちゃんはどんどん身につけて、どん,どんどんどん強くなってはいるけど、やっぱり心根のどっかで一人でなんとかしなきゃいけないっていう、その責任感みたいなものがまだ残ってるよね。 ああ、いや、やばいなーこれはなあ。ダメだよ。龍炎くんと正面からぶつかっちゃダメなんだって、やっぱり。うん、成功法じゃ勝てないんだよ。だって番外戦術してくるんだもん。なんか。いや、でもやっぱり読んでいるわけだなーやっぱりどこまでも。やっぱりなんか自分の考えはすべて読まれているっていう前提で動かないといけないよなーだからこそ、さらに外だもんね。清高の取っている行為っていうのはね。うん、やってきそうである。ま、何 道を外れたことをもやってくるであろうという風に読んで読んで先読みして潰していくっていう。まあ、そこまで読める清高の頭の良さっていうのはまた違うんだけどね。うん、別格なものではあるんだけど。いやーでもこれは個人的にやっぱりいぶきちゃんと繋がってる説を僕は押していきたいですね。いやー、まだまだ C クラスにもね、裏切り者がいるというわけで。まあ、どういう風にこう、うまくやっていくのかっていうところだよな。 うーん、でもどう思ってるんだろうね、やっぱり。うーん、微妙なとこだなの、でも、やっぱり、気づきつつあるのかどうなのかっていうところではあるわけだよな。龍園の嗅覚には全然引っかかってないわけだからね、清高は。ただ、やっぱり、堀北ちゃんの裏で糸を引いているやつっていうふうに思うと、やっぱり堀北ちゃんの動向をこう、操りやすい人間っていうふうになるから、やっぱり必然的に、やっぱりこう、近くにいる清高っていうふうに多分目星はつけてくると思うんだよね。うーん、で、これ、串田ちゃんと一緒に、こう、堀北つぶ を行っていくくクラス潰しを行っていくってていいいう感じにななるのかないやーでもこれやばいなーでもなんかやっぱり過去を知られたくないみたいな雰囲気もあるしなんなんだろう桔梗ちゃん櫛田桔梗何があったんだろうねなんか同じ中学なのかな問題児だったよねみたいな話でいやー気になるなぁやっぱりでも僕はこの裏の櫛田ちゃんもすごい好きですよやっぱりなんかこの危うい感じっていうのはね本当にこう目が離せないものがあるけど いやーやばいなー。これはどうなっていくんでしょうね。多分2期は多分、やっぱり龍園がラスボスなんだろうな。龍園ラスボスで、で3期まで決まってるから、3期で、僕は絶対坂柳ちゃんと清高はぶつかると思ってるから、坂柳 VS 清高でこう、バトルっていう感じなんじゃないかなっていう風に思ってるんだけど。いや、どうするこれでも、やっぱり内通者がいる状態で戦うっていうのは明らかに部が悪いよな、やっぱり。うん、もう清高っていう風にもう完全にこう何、何 ピンポイントにこうスポットを当てられたら結構やばいし、くしだちゃん的にはやっぱり怪しいの誰ってなったら多分清高ってなると思うんだよね。やっぱり頭が回る人間。やっぱり別格で頭が回る人間っていうのは多分櫛田ちゃんも気づいてると思うから。いやーやばいなーこれめちゃくちゃ気になるなーうわー何なんなんだろう。いやーやばいやばい。 いやー、強くなったけどなー、り木だじゃん。いやー、微妙なとこだなー。どうなってしまうのやらやらって感じですね。え、でもさ、これさ、すべての蹴りがついたら、串田ちゃん退学ルートにならない大丈夫かなー うーいやー、これはマジで次の試験が楽しみですね。なんか体育祭の次の試験がかなり人気みたいな話をこうコメントで見たような気がするので、いやー、めちゃくちゃ楽しみだ。やばいな、これもうなんかで、ね、もうね、心の奥がゾクゾクするわけですよね。いやー、たまんねーなと思いながら、えー、次回も楽しんで待とうと思いますので、次回も一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。 うわぁ、堀北ちゃんとか、流炎やべえとか、うわぁ、串田ちゃん、うわぁ、裏の串田ちゃん出てきたとか、清高足が速えよと。 これはね、ときメモだったらやっぱり運動値はやっぱり900を超えた、あの速さですね。やっぱりこう、音速を超えろみたいな感じで。いやー、いいですね。でもなんか、会長が本気を出さざるを得ない相手っていうのが清高で、清高はどこまで本気を出してるのかっていうところだよね。いや色々気になるところがあるけど、次も楽しんでいこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズン第6話でした。バイバイ。